フェンチ風に来たけどね、あの線路はあの水害の影響でまだこの時点では復旧はしてない。ここが車庫なんだね。実際これ走ってるわけだよね。あの鉄独特の香り、鉄というか列車の匂いというのかな。これがね、弁当なんだけど、まずこのアルミの中で食べると、このアルミの弁当箱なんだね。これ森林鉄道のマークなんだって。いや、あのシンプルだけどなんかこう旨味詰まってそうな感じだね。肉からいこう。このね、甘いこの醤油の風味、この肉の旨味ものすごい。あの噛むとこう噛み応えがすごくねあるね。なんか骨があるんだよね、リブみたいな感じかな。排骨じゃない、排骨就是古早味的排骨。古早味的、古早味的、什么古早味，就是我母亲、我母亲的叔父，叔父的叔父是日本人，传给我母亲的叔父，他我叔父再传给我母亲，说甜甜还有那个咸咸的，啊，有一个名字叫做冷烧嘛。还有没有酸痛？肉柔らかいしね、なんかこう素朴な味ではあるんだけど、ちょっと記憶に残る味だねこれね。で鶏ジーという、これもまたいいな。これ結構薄味なんだけどね、あの鶏とまた豚で微妙に味が違う、味わいが違うね。这个便当的，是的，里面有什么材料？里面有鸡腿，排骨，还有那个托克曼，哦，拉给，哦，鸡腿排骨怎么做？哦，鸡腿是用那个红枣鸡腿，红枣你晓得吗？红枣，对，红芪，就是用那个米下去做的，红芪，把那个吃了对身体很好。嗯，不，この程よくこう肉がほぐれていく感じ、このあの旨味、この豚と鶏のちょっと程よい違いと旨味が最高。お、肉の旨味含んでタケノコのね、このシャキシャキ感。ああ、で米もまたこれいい。なんか弁当なんだけど丼みたいなね、まあ、弁当って言うとちょっと日本だと全部が分かれてる感じのイメージあるんだけど、こうやっぱ丼だよね。うん、丼に近い感じね。米小米だ。あ、米米米米我是用台东的。台东的嘛。台东富山的。富山的这个。哦。皇帝米。皇帝米。呀呀。啊，黄帝米，黄帝米，对对对，台东的黄，台东，台东啊，和台东，台东，是这样。谢谢谢谢，不会不会，谢谢。してあれがホームか。あ、今人が歩いてきたからね。この線路の上に車も止まってたんで、もう入れませんよっていうサインだよね。フェンチ風、名前いいよね、あの子。こう盛り上がってくるっていうか。はあ。
シンプルだけどやっぱりこう鉄道駅の趣がある、まあ、そんなコメントしたら鉄道ファンに怒られるかもしれないけど。これがね、アイユイ。アイユイってこの辺の、あの名産らしいね。いや台湾でね各地で見るけどここら辺にルーツあったんだね。ここのあの救急感がちょっと少ないね、ザクザクしてる感じがあって、あちょっとレモンが効いてるから酸味があるね。ただなんかこう甘さのインパクトはそこまでないかなって感じね。だからもう少しああいうってこうドロドロっとしたね弾力あるのかなってイメージだけど、うん、なんかところてんのような感じもするし、なんかこれまでのアユイとはまたちょっと違った感じね。老板这个铁蛋铁蛋这是铁蛋银卵你推荐哪一个银、啊、这个银吗？这个是银的、嗯、这个软的怎么不一样？就银的它是卤的比较久、啊、然后你它越卤，然后会越小颗，然后越黑越硬。嗯，这硬一分。这一分是一把。嗯，对。これがね、ティエタンだけど、あの硬いものと柔らかいインとルアンがあるんだけど、どっち選べばいいか基準が分かんないんで、試食あるんだけど、試食するとね、初めて、食べた時の感触がちょっと鈍るから。結構硬い。ああ、うん。お、硬いけどいいねこれ。この硬さってどれぐらい硬いかな、あの弾力で言うと、あのイカのあのスルメの硬さぐらい、それぐらい硬いね。柔らかいのはもう少し白身が入っていくんだろうね。でもこれ硬い分あのよく旨味含んでていける。うん。これいいわ。あの甘さ加減もちょうどよくて、これ間違いなく弁当と合うねこれは。いやこれはあの台湾いろいろ歩いてきたけど初めて食べる味ね。で黄身のまろやかさともちょうどいいしね。これがあの水害で全部崩れ落ちた部分なんだよね。うわ、しかしこの、まあ、バスが通ってるけど、こう車が通ってるのを見るとちょっとね、まあ、この高さに身震いするよね。有山のここがあの、まあ、車で一応最終地点かな、入ることができるね。でこれより上はまあ専用のものなのか歩いて入るのかっていう感じだね。あとまあ列車もたまに通ってる、まあ、たまにとかまれに通ってる感じね。でここはあの結構いろいろ有山の名物が食べられる場所なんだって。これがね三杭豆腐、わさびの豆腐で、あのわさびは有山の、名産らしくて、でこれまでちょっとね刺身食べるときわさびに対して少し辛口だったかなという自分がね。ここのわさびどうだろう。うん、あこのわさびいける。このツーンとね、鼻に抜けていく香りね。でもね醤油がちょっと甘い。うんうんうん、あわさびいいわ。このわさびあるから味がすごく締まってくるね。あの本格派のわさびってやっぱりこう海鮮でも、まあ、こういう豆腐につけるのもあるんだけどね、味をこう引き締めるというかね、ちゃんとしたものになってくるね。